あれ？ステレオの素材なのにバラバラに編集できない。プレミアムプロを使っていてそう思ったことはありませんか？そんな時はこんなプリセットを使っちゃいましょう。はい。アドビコミュニティエヴァンジェリストの1位です。このチャンネルでは、プレミアプロについて様々な情報を、お伝えしていこうと思っております。まあ、特にバグ関連をついて、いろいろと紹介していこうと思ってるんですけど、まあ、今回は、バグというより仕様なんですけど、いまいち使いづらい、オーディオの仕様がありまして、まあ、特にまあ僕みたいにファイナルカット7から編集ソフトを使っておられる方は特にここ引っかかるところかなと思っているんですけど、オーディオですね。オーディオの2チャンネル、まあ、ステレオの素材を読み込んだ時の仕様なんですけど、普通、まあ、こう読み込むと、この状態になりますよね。で、ただ、まあ、これはこれで、ステレオで再生されてるんですけど、1つのトラックに、2つの音が入ってる状態なので、それぞれのチャンネルを、それぞれの編集をすることができない状態になっちゃうんですね。これ結構僕というか、ファイナルカット7を使っておられる方にとっては、すごい鬼門というか、扱いづらいなと思ってるんですね。だから理想はこの下の、この状態。はい。一個一個のチャンネルが別々で、かつステレオで再生編集できると。この状態になってほしいと思うんですね。まあ、オーディオチャンネルをうまく調整して、この状態に持っていくことはできるんですけど、それはそれで厄介だなと。理想を言うと、読み込んだ段階で、この状態になってると。いうのが理想ですよね。で、そんな方法がないものかと探しまして見つけました。ご紹介します。行ってみましょう。どうぞ。出すと思ってプレミアノート。はい。それでは、オーディオの仕様の対応策なんですけど、このプレミアには、素材を読み込む時の設定がありまして、その設定によってあのオーディオの扱い方が変わってくると。場所的には、プレミアの環境設定ですね。環境設定のタイムライン、これですね。ここにあります。これで環境設定のパネル開きまして、ここですね。デフォルトのオーディオトラック。ここでの設定が素材を読み込んだ時にどうそのファイルの音を扱うかというポイントになります。例えばステレオメディアの、今ファイルを仕様になってますが、これステレオとかモノラルとか、この辺がいろいろと選べるようになってます。で、ここに新たなプリセットを放り込むことで扱いやすいオーディオの仕様にしようかなと思っております。一回ちょっとデフォルトの状態で素材を読み込んでみます。素材を読み込んでタイムラインに乗っけると、はい。一つのトラックに二つの音が入っていると。で、再生するとちゃんと、ステレオなんですけどね。ただこれ、ステレオはステレオで編集できていいんですけど、例えば、まあ、いっちゃんの音を絞るだとか、ちょっと片ちゃん変更をかけたいだとか、っていう時に、すごい扱いづらいというか、まあ、扱えないわけで、両方の音を同時に編集しちゃうことになっちゃうんで、これがややこしいと。なんで、今からやるのが、プリセットを作って、それぞれの音はそれぞれの音で編集できる状態。ステレオの2つの音を、いっちゃん、にちゃんに分ける、トラック1、トラック2に分ける方法をご紹介します。実はですね、このプロジェクトパネルの素材を右クリックするところから入ります。そして変更オーディオチャンネル、これですね。このオーディオチャンネルをクリックすると、そうするとクリップの変更パネルでオーディオチャンネルのパネルが開きます。ここで、クリップのチャンネル形式をステレオにして、オーディオのクリップの数をここを2にします。そうすると、はい、1個増えましたね。ここでチャンネルの設定をします。やり方としてはクリップ1の L をソースチャンネルの L に、これですね。そしてクリップ2の R をソースチャンネルの R に、この状態、この状態を作ってください。これでここですね、プリセットとして保存、このボタンを押して一つのプリセットを作っちゃいます。まあ、今回ファイナルカット7のようなプリセットなので、例えば適当に名前ファイナルカット7ステルとつけたとして、これを保存します。これで今度は先ほどの環境設定のタイムラインに行きます。ここですね。デフォルトのオーディオトラック、ステレオメディア。ここに、はい、ファイナルカット7ステレオ。
先ほど作ったプリセットが来てます。これを選んで OK を押すと、これでこのプリセットを選んだ状態で新たにファイルを読み込みます。さっきと同じファイルですね。このファイルをタイムラインに並べると、はい、ちゃんとステレオでかつ2つのトラックに分かれた状態、こういうことですね。これによって、次から読み込んだ素材は全てこの状態になるので、ステレオでかつトラックも分けられてて、それぞれの一つずつの音を編集できる状態にできました。見事ですね。なかなか知られてないティップスなので、ぜひ使ってみていただきたいなと思っております。プレミアノートみたいなことで、すごく便利なプリセットなんですが、これ使っていただいて、ステレオの素材も簡単に編集していただけるようになるんじゃないかなと思います。これのダウンロードリンクを、概要欄に貼っております。そのプリセットファイルを入れる場所も一緒に明記しておきますので、ぜひ参考にしていただいて、そこに掘り込んで、プレミア再起動して、さっきのプリセットから選べば、出てくるんで、そこで選んでいただけたらと思います。とりあえず、まあ、これで、ファイナルカット7ライクな、まあ、ステレオの簡単な使い方、まあ、できる編集ができるようになるんじゃないかと思います。よろしければ、チャンネル登録と高評価、そして、コメント欄へのバグの書き込み、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。With it.